多賀城市で飲酒運転の車が高校生の列に突っ込み、18人が死傷した事故から今日で18年です。現場では警察が発生時刻に合わせ飲酒検問を行いました。2005年5月22日未明、多賀城市八幡の国道45号で飲酒運転の RV 車が仙台育英高校の生徒の列に突っ込み、3人が死亡、15人が怪我をしました。 今日は事故が発生した時刻に合わせ飲酒検問が行われました酒を飲んだら乗らない飲酒運転を許さない、えー、皆様あ、飲酒運転根絶に向けて、えー、取り組んでいただければというふうに思います今年県内では先月末現在で飲酒運転事故が7件発生しています。